いやこれはねちょっと予想よりもいい感じ、いい空間ができたっぽい。どうも、一緒声が一のもんです。このデリカミニ、特徴はですね、大きく変えた顔なんですが、ここで疑問が出ますよね。大きく変えたって何から変えた？実はですね、このスーパーハイト系で三菱は EK スペースをですねマイナーチェンジして残してるんです。これライトはこのように半円形のものに変わっていて、グリルも6スロットの精華なものになっています。さらに下バンパーも大きく変更されていますけれども、ディテールがこのようにですね凝っていて、ガードバーのように見せているんです。アンダーブもこのようにまるで金属のスクラッチガードがついているような造形になっています。光り方もいいんでライト見てみましょう。スモール、ヘッドライト、ハイビーム、ハザード、フォグライト。横の注目ここ、オーバーフェンダーのように見せるですねこのブラックの部分なんですが、実はこれパーツではなく塗装の塗り分けで表現されています。そしてデリカミニ FF もありますが、この4駆モデルはタイヤ、インチ数は15インチと変わりませんけれども、このように155サイズから165の60サイズにしました。これによって車高が10ミリアップしています。さらにこのサスペンションもですねショックアブソーバーにおいてデリカミニ専用のチューンのものを採用してるんです。さらにリアでも注目ここ、デリカの彫り文字の入ったガーニッシュが魅力的です。またテールライト、これもですねベースの EK スペースが側面がですねレッドなのに対して、あ、その前に EK スペース見てみましょう。これですね、赤いでしょう。でもデリカミニはこのようにブラックのガーニッシュになっているんです。特徴はまだありまして、ここリアバンパーの造形も完全に一新されてまして、フロントと呼応するようなですねこのように激しい造形が魅力です。ラゲッジチェックしてみましょう。こうじゃなかった、ややオフセットした右でした。ラゲッジスペース、鉱石を使った状態では、まあそう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 、まあこのぐらいでしょうって感じなんですが、リアシートをアレンジすると、まず例えばスライドをするとこんなに広く、さらに畳むとこのようにフラットにして使えるんです。しかもこのシート背面も荷室の上面も全て撥水加工された素材が使われています。デリカミニでラフロードを抜けて舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧の足のためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、うわ心配だな、ミラーはあったけどライトはなかった、50点です。フロントシートです。これですね、実はデリカミニ専用の表皮が採用されてまして、これ撥水素材が使われているんです。なおこのように座面は左右連結したベンチシート構造になっています。アームレストもそうなっていますよ。でね、このシートまだまだ秘密がありまして、ここ実は助手席の下にですねアンダーボックスが備わっているんです。そしてそのアンダーボックスの下にも収納スペースがあるんです。しかしポイントはそれだけではなく、さらに後ろこのボックス、実は後ろ側からですね引き出して使用することも可能なんです。なかなかやるよね。そしてこのステアリングなんですけれども、皮巻きで握り心地もいいんですが、実はここですねチルトに注目。チルトをするのはもちろんなんですけれども、このねチルトの操作に必要な力が軽いのがこのデリカミニの特徴なんです。メーターはとても見やすいアナログ二眼式、センターには液晶のマルチインフォメーションディスプレイも備わっています。オープニンググラフィックもかっこいいね。こちらのボタンで表示の変更が可能です。なおこの表示でですね注目すべき部分があります。それがこれ、タイヤアングルガイドの下、てれーん、そうグリップコントロールと言います。これはですねぬかるんだ道などを走行する際にですね、ある特定のタイヤがぬかるみにはまってグリップを失ってしまった時に、そのタイヤにブレーキをかけて他のタイヤでトラクションを確保するというものなんですよ。ただ実はですねこれ従来の EK スペース系には装備されてませんし、また兄弟車である日産のルークスにも装備されてません。実はですねデリカミニの 4WD 専用に設定されている装備なんです。専用装備といえばまだありまして、開けますよ。このグリップコントロールの下、てれー、ヒルディセントコントロール、これはここに操作系があります。これを押しますとこのようにメーターカーブにインジケーターランプがつくんですけれども、この滑りやすい下り坂であってもアクセル操作をですね完全にデリカミニに任せて自動でゆっくり安定して下ることのできる装備、これもですねまたデリカミニの4駆だけのスペシャル装備なんです。えらいね。インパネです。広く開放的な作りです。
いや、スーパーハイト系なが広く開放的なのは当たり前でしょうという中で、実はこのデリカミニはですね、中でも視界が広い方で、このようにですね、左右視界は 66.2 度、そして上下視界は約30度あるんです。また、見た目だけじゃなく、実際に寸法的にも広いんです。例えばこの肘当ての部分。このようにドア内装ね、ほら、ここハード素材なんですけれども、実はここにはですね、ソフトパッドを使ってます。と、素材のことが言いたいわけじゃなく、ここの部分実は肘置きなんですが、このように置きますけれども、実はですね、肘置きの部分を大きくえぐってやっていることで、エルボートゥエルボー、つまり肘からこの肘までの広さ、これを大きく拡大しているんです。インパネでは抑揚のある面を設けた樹脂を使っていますけれども、デリカミニではこのライトグレーのインサートが特徴的です。またこのモデルでの見どころはこのようにですね、タッチパネル化したエアコンの操作周りです。ピアノブラックでかっこいい。そしてタッチパネルというと操作系に不安を覚える人もいるかもしれません。しかしこのデリカミニのタッチパネルはボタンの一つ一つがとても大きくて操作がしやすいんです。シフトレバーはストレートゲート式、トランスミッションは CVT になっています。また CVT は疑似7段変速が可能です。このパドルを使って操作します。センター下に収納、その上にはテーブル、ドリンクホルダー、ドリンクホルダー右、ドリンクホルダー左。このインサートは物置トレーになってます。グローブボックスがあって引き出しもあるんだよ。チャキーン、リアシートの硬さを赤身とも中トロ大トロで確認。冷凍マグロチェック。あ、意外硬め、赤身でした。さあ、そんな赤身のシートなんですが、逆言えばですね、今内部の構造材がパーンと張った剛性のあるものだということなんです。シート周りのスペース当然広いです。身長173センチの私がフロントセットした状態で膝前、こんなに空間、頭上にもこんなに空間があります。さらにさらにシートスライド機構も備っていますので、このように大きく拡大することができるんです。またここスライドドアにはサンシェードが備わっています。助手席背面にはテーブル、スマホ等を入れやすいホルダーが備っています。さらに注目上、頭上にはですね、エアコンの風を後席に回してくれるサーキュレーターが備わっています。いきますよ。これは夏場に助かりそうっす。なんやそれ。さらにシートの側面、ドリンクホルダーが備わっています。さあ、そしてこういう大空間の車両ではあれをチェックしたくなります。そうです、車中泊チェックです。すごく適性ありそうですが、実際どうでしょうか。ヘッドレスト外します。これね、ヘッドレスト肉厚でかい。リアシートを下げた状態でシートを倒す。前にやる必要がある。倒す、奥も出す、奥のリアシートも下げる。倒しますよ。フロント全体までやると、なんとほら、リアにこんな空間がある。それだけスライドシルが大きいということ。つまりこれはもっと前に出せる。できました。いや、これはね、ちょっと予想よりもいい感じ、いい空間ができたっぽい。なぜならここの段差がですね、フロントシートの倒した時の段差が割と少なめだから。リアの結合部分もほら結構フラット。というわけで失礼します。身長173センチです私。あー、これはいい空間、本当にいい空間。頭はね、あー、足を伸ばして水平にはなれません。少し頭がつきます。ただめちゃくちゃ余裕があります。さらにリクライニングをさせればより快適そうな空間が生まれました。実際ですね、あー、これは良いです。これは良い。あー、楽な姿勢、そして視界がいいから、このまま座って緑を見てるのもいい感じでございます。サーキュレーターもとてもいい位置。これターボ仕様で64馬力の出力、ハイパワーを持ってるんですけれども、それより出足で効いてくるのはマイルドハイブリッドによるこのモーターのパワーです。軽くアクセルに足を乗せるだけで割とね、軽快にスタートしてくれます。さあ、早速ですけども、ちょっと踏んでみましょう。中くらいまで踏みます。やっぱりこれね、中間加速にもモーターが効いてるんだと思います。街中で使うような領域、40キロから60キロぐらいの領域のこのトルクの出方は非常に熱くて気持ちいいです。これエンジンですね、直噴ではないんですが、1ポートあたり2インジェクターが刺さっていて、きめ細かい燃焼が可能になってます。またエンジン音なんですが、実はね、このように踏み込むと
エンジン音ね、割としてるんですけれども、その音質はね、それほど気にならないものによくチューニングされていると思います。音量そのものを減らすためにエンジンのブロックにですね、平滑面、つまりつるんとした面をなるべく残さないようにリブをですね、いっぱい立てて、エンジンブロックの振動を抑えてですね、元からですね、音量を下げるような工夫をしています。ただそれでも、このようにエンジン音が聞こえる局面があるのはですね、これね、CVT の制御ですよね。さあ、高速の合流加速。CVT の制御は巧みなので、一気に高回転に振ってですね、短時間で加速を終わらせるような仕組みになっています。で、このようにですね、今一定速80キロの低速走行になりましたが、そうすると CVT はですね、やはりエンジンを低回転まで落とし込んでくれて、エンジンによるノイズを抑えてくれます。さあ、これですね、ACC とレーンキープアシストを組み合わせたマイパイロットがついてますので、作動してみます。これレーンキープは若干ですね、車線内で左右でこうちょっと線を読みながら、左右に動くみたいな挙動はありますけれども、あまり気にならないレベルです。で、これね、基本的に、あまりというかね、基本的には、これ単体で乗ってるとほぼ気にならないんですが、実は新型スペーシアのレーンキーピングがですね、本当にズバリとですね、中央線をキープするようになっていたので、それで比較するとというような感じです。ちなみにこのマイパイロットのシステム、先代にも搭載されていましたが、この世代のものは進化しました。例えば、雨天の時にもですね、以前は間欠ワイパーを使っている時まで、レーンキーピングが対応していたんですけれども、今回はですね、ワイパーのローの段階まで対応するようになっています。で、サスペンションなんですけれども、これ基本的にですね、もちろん街中では乗り心地いいです。で、ただね、これ不思議なんですけれども、基本的にはメカニズムが同一であるルークスと比べると、ややね、柔らかいかなという感じがします。で、私が乗ったルークスはですね、肉のターボでした。なので、これはおそらくなんですが、というのはデリカミニの肉との比較ではないので、厳密な比較にはなっていませんけれども、このデリカミニ四駆モデルはですね、タイヤの径が大きくなっていて、10ミリ車高が上がっています。またショックアブソーバーも、そのタイヤとですね、デリカミニの四駆のキャラクターに合わせて、チューニングされたものに変更されています。これ具体的にはオフロード性能をですね、よりしっかり明確にさせるためのチューニングとしているので、そこら辺がこの街中での乗り心地に影響しているのかもしれません。具体的にはオフロードの走破性を重視すると、まあ車高を上げるっていうのはもちろんなんですけれども、サスペンションをしっかりそして柔らかくストロークさせてあげる必要があるんですね。そうして路面グリップを確保してあげるっていうのが、オフロードのサスペンションの基本です。このため、オンロードに主眼を置いて開発された肉モデル、それからルークスなんかに比べてですね、この四駆のパチロミニはですね、やや柔らかめのフィーリングになっているんだと思います。というわけで、この外観から受ける印象、ごつかわいいですね。このルックスからすると、なんとなく足回りもハードなのかなって思うかもしれませんが、割とね、柔らかめに振ったセッティングになっています。まあ、ルークス系がしなやか系だとすると、このパジェロミニの四駆はですね、ふんわり系というような認識をしておいた方がいいと思います。で、これ高速道路でですね、ちょっと追い越し加速なんかをしてみます。想定した加速をしてみます。するとですね、もうちょっと加速の伸びがあったら嬉しいなとは思うんですけれども、まあ言うてもこれ四駆でですね、装備もりもりで、車重が1060キロありますので、それを思えば 660cc ですよ。660cc のエンジンでこの加速なら、これで文句を言っちゃったらですね、ちょっとやっぱり普通車を買わなきゃダメなのかなとも思います。さあ、今ですね、マイパイロットを起動して、ステアリングの補助も受けながらですね、いやー、ほぼほぼ自動運転に近いような感覚で高速道路を移動しているわけなんですけれども、このように ACC を使ってのロングクルーズは非常に快適です。というわけで、デリカミニ大変ビビでした。ごちそうさまでした。